はい、始まりました。トラベル竹内です。トマピーです。あ、寝てポッコチンでーす。カモトです。ブチギレイジャーです。じゃあ始めていきましょう。はい、何を。はい、今日はね、引き続きね、宇治原さんに来ていただいてまして、はい、今日全く宇治原さんと関係のない企画をやろうかなと思ってますけど。関係ないですね。関係ないっすね。全く関係ないっすね。何でもいけそうですもんね。何でもいけますよ、俺は。まあ普段ね、社長ストレス多いし。二度と出てくれないっすよ。いやいや、出てくれますよ。来週も出るって言ってます。来週も出る。来週は嫌だよ。来月出てくる。来月の来月はまあ、ハードル下がってますね。まあ7割ぐらい。将来、ちびまる子に出てそう。ね、どういうこと。将来将来将来。いや、もう出てる。もう出てる。トレ役ってこと。白髪になって出てる。いやだって、それを神社の組長先生じゃない。あー似てる。それやりたいな、声優でも。声優で見た目で言ってくれてんのに。声優で、ね、声優のポジション取りたい。でもブチ切れるじゃないですか。ストレス溜まってるだろうなという思いもあって、うん、今日はちょっとみんなでゲームやって、はい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 、明るく楽しくいこうぜみたいな。お、いいじゃん、はい、これブチ切れることもないと思うんですよね。すごい楽しくね、こうみんなストレスあるでしょ。やっと楽しくさせてくれるの。どうよ、どんなストレスがあるか言ってよ。じゃあおめえだよ。俺週一の収録のストレス考えろよ。お前めちゃめちゃ一番楽しみにしてるじゃないか。一番元気ですよ、確かに、ね、よーし、紫キャベツチ。それは面白いですよ、めっちゃ。逆に一番かわいそう。カムちゃん、ストレスどう。いや、毎日ストレスですよ。どんなストレスあんの。チーピンが止まらない。ゴルフね。ゴルフ分かんない。だからさ、1時間とかさ、1時間半かけてさ、ゴルフ場行ってさ、ストレス抱えてさ、帰ってきてさ、うん、だからもう薄毛なんだよ。おい、ついに竹野内さんと同じスタイルになる。トラベルハゲばっかやな。カムリンのさ、ビッグスクリニックからやりましょう。確かに。そうね、カムリンの。まあでも確かにストレス、でもまあ、やっぱ手術してる方が一番手術でね、うん、確かに。手元狂っちゃいけないんですよ。なるほどね。ストレスがあるかもしれない。発散しないと、やっぱりね。その患者さんに何か迷惑かけちゃ悪いからね。確かにね。そう、すげえ遅れて話すんだけど、チーピンって言ったじゃん。あ、チーピンって何で、チーピンって言うか知ってる。麻雀のチーピンが斜めだから。そう、麻雀用語ってすごいあるのよ。パイパンって知ってる。パイパン、あ、パイパンってあれ白のことをパイパンって言う。はいはいはい。あ、真っ白でしょ。確かにツルツル。そう、あ、それで、めっちゃテンパってるやんっていうのも、うん、あれテンパイしてる。確かに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 。そういうこと。麻雀用語ってすごいいろいろ。え、チーピンはそうなの。チーピンってそうだ。マジ左に出て左に曲がる。そうそうそう。マジで全然知らなかったけど、そこを掘り下げたら竹野内さんに怒られると思ってスルーしたのに、うん、なんか解説してくれたから、はい、レアパターン。すごい。王だから王だからね。あ、わかるんだ。分かんなかって気になったの。そういうことか。あ、チーピンの意味が分かってないってこと。そう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 。ゴルフのチーピンも分かってないんだ。分かってない、分かってない。あ、左に曲がるってことなんだよ。さっき聞いたわ。ちなみに俺もずっと分かってない。あ、チーピンが止まらない。誰も分かんない。マージャンやってない。マージャンは坂本めっちゃやりますけど、俺はやったことないです。マージャンとゴルフどっちも分かってないと今面白くない。そうだね。だから結局さ、知識不足だから、うん、あ、それはもう、うん、ツッコミが、はい、あの世間知らずはダメだよね。ダメだ。うるせえ。勉強した方がいいわ。うるせえ。確かにネタわかんないんじゃね。掛け事やってないとこのグループではちょっと参加できない。うわ、そうだった。であれば絡みたくない。5回やめよ。賭博、うん、その顔で真面目に生きてきた。5回言うはずやめよ。俺は誰よりも真面目。誰より真面目なの。ストレス。やっぱ遊び心あるの坂本の方っす。あ、確かに、ね、遊べる男意外とね、うん、だって足組んじゃってもんね。すごいなお前。超絶リラックスしちゃってるもん。俺はまだ失礼のないようにって心あるのだから俺はストレスアイスワンチャンレギュラー狙ってます。いや、あれ確かに結構ね、うん、やばい人なんですよね実は。あ、そうですよ、なんだかんだで、うん、あっち側が売れていくパターンよくあるじゃん、あの RG さんとか。はいはいはい。あのポンコツが売れるかもしれない。いや、来なよ。うん、したら宇治たまに参加するかもしれないから。いやいや、ついていかないですよあいつには。いや、ちょっと嫉妬するかもしれんしね、宇治が。嫉妬は普通にしますね。結構めちゃくちゃします。俺じゃねえのかよ。最初俺だったのに。ああ、俺みたいな。いや、よくあるんですよ。あるんかい。だから芸人とか結局あっちが目立ってましたからね。そうなんだ。そうなんだ、ね、そうです、そうです。
そうなんかあの堂々としてるというか結構繊細じゃないですか、うん、なんかそれこそ一個一個丁寧に考えるし、うんうんうん、なんかどっちかっていうとまあ女の男子脳というかね、うん、あそうかもしれない、うん、男のタイプだから、ね、いじり倒しやすいかもしれないね。でも、うん、もこんだけ褒められてるのに絵は全く出ないみたいなね。あ出た、あ出た。あと何がすごいって今喋ってた会話なんてもう覚えてないですよ。聞いてないという。褒められても詰められても忘れるタイプ、ね。大物になるよ。大物になるよ。トモハッピーはどう？ストレスは？トモハッピーはちょっとなんか身近にサンドバッグとかあったら殴りたいような気持ちよくなりますね。ギリギリじゃん。サイコパスです。ストレスは？ストレスないの？やっぱブレーキングダウン、ね。俺？ないですよ。なの？俺なの？トモハッピーなんだろうな、ストレスがありそうなのは、うん、なんだろうな、いや本当に僕なんか簡単に言うと今年はね躁鬱みたいな感じなんで今そうなんで大丈夫です。いやでも本当にそうで多分2ヶ月周期でトモハッピー元気ない時あるんですよ。びっくりしたね本当にね。もう最近安定ハッピーなんで。あそう最近はね、はい、口数多いハッピー、格闘技とかもね初めて一回さドッキリでさ説教企画やったよね、うん、この3人でね、はいはいはい、ほんで屋上呼び出して、うん、説教したらマジでシュンとしちゃった。いやマジで屋上の暗いとこでやらないんだよ。なんか環境もあって、うん、そうめっちゃ暗いとこで何の企画かも聞かされずに突然マジレス説教みたいなの始まって怖っ。本当にドッキリだったんですか？ドッキリドッキリでやったんだけどすっごい暗い気分だったよ。スタッフからのトマッピーが明るくなさすぎてこれはマジでお蔵入りでやってた。藤原さんはストレスがあるからこうやっぱブチ切れてるんですか？うんですですはい。どんなストレスか？いや、まあ、さっきね軽く触れてくれましたけどやっぱ結構繊細なんで、ほうほう、なんかどの物事からもストレス自分で作り出しちゃいます。ストレスメーカー、はい、結構イライラするしちゃうタイプですね。まあ、じゃあ今日、ね、ボードゲームで。いやそうなんですよ。カードゲームで。やっと発散しよう。やっとルール説明来た。ルール説明します。長えな。一本目終わったよね今ね。何のゲームか早く言ってよ。教えてください。みんなこれ知ってる？なんじゃもんじゃって知ってる？聞いたことない。聞いたことない。なんじゃもんじゃない？じゃあ説明してあげてください。超人気 の、 あの小学生でも楽しめるボードゲームなんですよ、うんうん、まあ、カードゲームタイプのね。これ12種類のキャラクターがいるんですよね、まあ、こんなちょっとカメラ向きにしますよ。12種類のキャラクターが、まあ、いて、まあ、こういうのいるんですよ、うんうん、で最初にめくった人が、まあ、順番にめくっていくんですけど最初にめくった人が名前つけると、どんな名前でもいいです、うん、なんで、はい、なんでなんで、例えばそうだね、理解力低いんだよね。ゲームの理解力低すぎ。例えばこれは細井さんがめくるじゃないですか、うん、これ初めてめくれました、好きな名前つけます、アーニャです、はい、じゃあアーニャですっていう名前になりました。アーニャですって、アーニャですっていう名前になりました。アーニャですって言ったんで、アーニャですって名前になりました、はい、で、今理解した。じゃあこれ例えば次に同じカード出ました、はいはい、はい、2回目以降に出たカードは早い者勝ちで、その誰かがつけた名前を言うっていう、覚えてて言うですって言う、アーニャって言って、その言い切ったのが早い人が取ると、そう瞬発力ゲーム。だから名前をつけるっていうのと、覚えてて名前を言うっていうゲームで、出てきた順に12種類マックスで覚えなきゃいけないわけですね。そうそう、で最後いっぱいこう取ってた人が勝ちっていう。なるほどね。いくらいくらいくらしたねえよ。かけるわけねえだろ。すぐ退席しますよ。殺すぞお前。リフォートバック絶対やんねえぞ。名前の文字数制限とか。確かに確かに、ないとね。そういうルールはある。いやいや、ないないない。自分が名付けたやつでも言っていいんですか？はい、いや、それはもちろん。あ、じゃあもう。だから、ありで、制限ありでやってもいいですけど。切り方、早っ。まあみんな、その常識の範囲で。あった方がいいんじゃないの？制限あってもいいですよ。あってもいいです。だいきなりだって弾いてなんか君が代を1曲歌うやつとかそんなやつ見えるじゃん。だから自分がそれを言わないとダメになっちゃうんだからずっとこ次誰が君が代を早く歌えるみたいな。だから名前をつけるときは自分にやつようにそだれ意思を名前をつけるときは自分が覚えやすくて相手が覚えづらい名前、例えば、おばあちゃんの名前でドラゴンタツコとかそういう。そんな名前なのドラゴンタツコなの。あ、例えばじゃあ僕だったら、はい、医学用語とか使えばみんなわからない。うわずるい。あ、そう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 、ずるい。なるほどなるほど。まあでもありになるか。そう、あり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 。自分のテリトリーの言葉使えばいいね。じゃあホスト用、はい、業界用語。じゃあこれカットしてもらって誰か。で1枚が1万円ぐらいですか。やめよ。ダメなのね。傷ついてるんだ、これら。これでも結構俺ら傷ついてるから。その絡みに参加することそれやめよう。突っ込むやめて。
誤解受けるからさ、切り抜きで誤解与える可能性あるんだから、ね、けどね、この間1年経ったらやってもいいんだって言った、うんうん、よくないよ。だから違うってそれは、違う、海外行って話していくのはありなんじゃないかっていう、単純に勝手に、じゃあ罰ゲームなんか決めますか。確かに罰ゲーム、宇治原さん部屋に来る。いやワンセットで、ワンセットでえ、じゃあ3戦ぐらいやりますか。3戦ぐらい簡単なんで3戦やって負けたら宇治原さん部屋なんですか。3戦やって期待値高すぎるわ。ユリだったら宇治原さん部屋。いいよ、宇治原さん部屋。いいんじゃない。別にあ、でも俺ちょっと時間はいただきます。待たなきゃいけないじゃん。ここだけ止めるだけでいいよ。それいいよ、ここだけ止めるだけ。そんなリスク背負います。いけます。全然全然、だって髪型なんて別に、髪型って人間決まんないから。いいねいいね、まあ、メリットでかい。めちゃめちゃ出てる。いや俺めちゃ難しいんだよね。あの髪型するのめちゃ難しい。めちゃ難しい。職毛ハッピー、職毛ハッピー、職毛ハッピー、ハッピー。ちょっとワンポイント先生から、うん、あのボードゲームでやっぱり真ん中に置いて有利不利が出ないようにパッとめくってください、はい、なるほど。ゆっくりめくるとこっちの人だけ見えちゃって、なるほどなるほど、うん、真ん中でパッと、パッとね、はい、で、まあ、ここまで持ってきてパッで声だけ出せばいいんだけど、指さして名前呼んだ方が分かりやすいんで、うん、ここバカラみたいにやった方がいいですか。やんない方がいい、はい、うん、バカラは俺あんまやったことないじゃん。そういうイメージやめてくださいこういうんじゃなくて、はい、滑った人はどういう厳しいな、いろいろルールが。滑った人はまあ宇治原さんいるんで調理されます。確かに、確かに、調理しきれなかったらどうするんですか。だから宇治原が滑った人を、うん、あのちゃんと突っ込めなかったらマイナス1ポイント。そうそう、いやいや、これだけなんか大変だな。てか宇治原さん負けたら宇治原さんが宇治原さんカットになっちゃう。罰ゲーム決まってね。逆にしてもらおうよ、こっちとこっちの色。いやだ、絶対嫌だ。逆にね、逆にして絶対に嫌です。それいいな、こっち金ね。珍しいな。珍しい。それだけちゃんとお断りします。メンテナンス大変。やりましょう。それじゃやってみましょう。まあ一回やって罰ゲーム次でもいいじゃないですか。一発芸でもいいんじゃない、うん、普通に。オッケー。あんた、あんたデメリないだろ。いや今までにないやつね。デメリないやつ。今までにない。いや元芸人の方がきついわ、やるの一発ギャグ。ボケでもないのにね。ハードもあんまりピンときてないし。本当にきついのに。じゃあ順番決めます。最初はグー、じゃんけんぽい、はい、これそう、おい、じゃあ勝った勝った人から時計で、よっしゃ、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、よっしゃー、おお、だー、違うな、いくでいくでいい、時計だからこうだね。結構ね、彼はゲームで勝ちたいタイプ、同じ匂いを感じる。確かに、薄毛だしね。いくよ、クソドラゴン。はい、まあ、1枚目は絶対新規なんで、絶対薄毛のキャラクター、別に食べなくていいよこれ、絶対薄毛。それあのどんぐらいの狭いや、はい、あ、いいですよいいですよ、考えて薄毛いや薄毛というかまあまあね、いやまあキャラクターだからな、でもウルトラ薄毛やん。これはトマト。なんでトマト、はいはいはい、なんで逆にむずい、逆にね、トマト、逆にむずい、なんか取っかかりもなさい。次からは同じカード出たら名前すぐ出てくる。あー、そうか、はい、次もうすぐ出る可能性があるよね、はい、新規だったらあれしてください。うわこれ難しいよ、はい、あー、まあ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 、これは名前つけたから、ね、何今のはって別に知り合いじゃないでしょ。あれ、じゃあナイキアディダスルコックで。ナイキアディダスルコック、ナイキアディダスルコック。この終わりみたいな名前つけてきた。これ捨てよう、これ何の根拠もないじゃん、これ捨てもありさ、これ捨てもあり。なるほどね、12種類全部覚えて早く早く聞けよ。連想できない。ちょっと待って、トマトがナイスルアディスルコック、パッと待ってない、トマト、アイデアルトマト、これわかんないじゃん。これわかんない。誰だよマジ、ちょっと待って、声量がみんな大きすぎる、大きすぎる、これダメ、これもう一回戻そう、いやいや今のなしで、ノーゲーム、ノーゲーム、判別できなかった場合はもうなし、その次判別できないからもう全部なし、結局後半にならないと難しいよね。ちなみにね、俺ビビったのが4人ぐらいちゃんと言えてた今。だって言えてましたよ、ちゃんと言えてた、言えてた。こんなだって2連続すぐ出ること珍しいですよ、珍しい、普通忘れててもっと減るんで。確かに、だからこれは判別つかない場合は次勝った人の、あ、素晴らしい、でもだから2連出たってことはもう出ない可能性あるね、はい、じゃあせーの、ほい、トマト、トマト、トマト、よし、おー、やったー、聞いてた、すぐ出るじゃん、こんなのある、え、4枚持ってけんの。シャッフルしたら出てこいや、すごい。今のはだからあのデモ練習ね、デモだから一回返してデモって何だよ。どういうデモにしましょう、こっちに行く、今の見た。
だね。今の本当のケチの人がやる行動です。すごかったよね、今。お菓子をちょうだいって友達に言われた時に、クリクリクリってやる人の行動。今の逆やん、今のね。カブちゃん、すごかったよ、今の。怖い。カブちゃん、ビクーって。自分の金絶対取られないよ。まあ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 、そういう風にやるんですよってことで、じゃあ改めてシャッフル。全然やめるって。あ、ちなみに各5枚ずつ入ってるんで、あ、そうそう、5枚か、マダフルとナイキアディダスリコックはあと3枚ずつしか出ない。あ、まあ、じゃあルコックね、ルコック、まだ出てきたらあれ名前変わらずリセットされない。そう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 。おお、分かんない。こっちじゃカメラ向きでいきましょう。スリジャヤワルダラプラコッテ。スリジャヤワルダラ、スリジャヤワルダラプラコッテ、スリジャヤワルダラ、首都ね、首都。全然分からない。スリジャヤワルダラプラコッテ、ゲームなのこれ。そうです。あ、クリスタ。じゃあトマトっぽかったよね。びっくりした。トマトっぽかった。トマトっぽかったよね。お手つきは次休みになります。まあこれ早すぎるかもしれないけど。トマトもいいと思う。いいと思う。それでいきましょう。じゃあ二階堂ジジ。二階堂ジジ。もう覚えらんねえわ。ちょっと待って、スリジャヤワルダラプラコッテ。あ、ダメです、これ一回お休みですもん、下のカード。いやいや、それはルールは知らなかった。いやいやいや、それ知らなかった。これ、何のために重ねてると思ってるんですか。あ、それを言ってくれないと。両方にね。じゃあ、じゃあ、一回戻しましょう、1枚、それじゃあ。どうしても戻したいですね。さすがに。下にね。余談をすればするほど、マジで忘れる。忘れる、忘れる。もう一回、言ってください。これ、二階堂ジジ。二階堂ジジ。これ、よくスパチャしてる。無理だ。二階堂。ああ、自分だけの身内の名前いいですね。はい、そうですね。ナイキアディダスルコック。ああ、行ったね。俺っす。で、ちょっと、はい。ちょっと、今このめくり方が俺にずっと手かかってて、ちゃんとここまで来て初めて分かって、もう見えた時には言い始めて、ちょっとめくり方が今ずるい。じゃあ俺、ずるかったっすよ。あ、じゃあ、言い切った。まあ、じゃあ、まあまあ、株とは株とでやる。かといって俺に来るわけではないよ。あなた一番言い切ったぜ。ケチとセコさが出てる。じゃあ、もう一回行きます。人間性出てる。もう一回、もう一回行く。はい。わ、新しい。じゃあ、アムロのアルバムで。アムロのアルバムで。しだい、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 全部そうだろ。ちょっとさ、若干早口言葉混ぜるのやめてくれ。アムロのアルバムってなかなか難しい。かませようとしてんのね。かんだやつダメだから。あ、そういうテクニック。確かに、確かに。じゃあ、いきますね。あ、出てます。新規、新規。出たんじゃないの？出てないです。出てないね。説明のせい。あなたがアーニャで出てる。そうだ、そう、出たよね。チンクワタ。チンクワタ。チンクワタにしよう。紫キャベツじゃん。紫キャベツじゃん。紫入ってる、紫入ってる。せっかく。いやいや、間違えてない。間違えてないんだから、そんなは。パッと見えてる、パッと見えてる。一瞬でね。え？なんか自分だけ見てたら絞って。もう。いやいやいや。あ、やってる？これ。やってる、やってる、やってる。待って待って、モーパイしてるから。いや、しなくていいよ。紙だよ。待って、次何フラットだよ。今、名前思い出したよ、ちょっと待って。まあ、ゲーム下手やな。本当に下手だね。ちょっと、ここ時間使わないじゃないか。ダメでしょ、この時間も。違う、いらない、いらない。3、2、1。スリ新キャラやんか。スリッツって言ったね。新キャラ。違うな。これはね、はんぺんの、心の中のこんにゃく。あ、そういうゲームです。そういうゲームです。はんぺんの心の中のこんにゃく。あ、そういうゲームだ。いきます、せーの。パッ。ああ、新キャラ。もうほぼお手つきですよ。名前言ってないから。ああ、ねって。知り合い？なんか全部景色あるんだけど。やばい。もうこれでさっきの忘れた。あ、俺も忘れた。三丁目の殺人鬼で。すごいな。難しい。怖いし。ああね。怖いんだよ。サタデー！これは分かんないね。これスキップだね。まあ、この辺が早かったかなって感じしたけど、スキップですね。集中。あー！誰？だから知り合いじゃないじゃあ、高木で。誰？高木ね。誰？え、もうちょっとあったんじゃないですか。あ、高木さんね。優しい、優しい。あー！いやー！あー！二階堂知事！うわ、そうだ！うわー！いや、俺のなのに！やっぱ100人を超えるホストの名前覚えてるだけある。確かに。すごい。お、すごい。すごい。すごい。マジで。
え、あのみんなのホストのあのホスト名覚えてる？覚えてる？大体覚えてます。え、すごい、覚えられるんだ。面白い名前ある。面白い名前ね。じゃあ行きましょう次。いや、面白い名前ある。オールインあゆみ、一番本気の人がいる。俺一回一枚もないのよ。行きますよ。はい、アムロのアルバム。うわー、しかも噛んでない、噛んでない。自分のやつ、自分のやつ、自分のやつ。早かった、すごい。もう今アムロのアルバム張りしてたから今、うん、おー、すげえ。それ早かったないでしょ。確か俺、あとチンクワタ。チンクワタ、待って、チンクワタの絵を覚えてない。覚えてない ね、 覚えてないね。 あの紫のやつだよな。うん、こうね、喋りながらやるの面白いですよ、ね、忘れるから。うわー、いく、待って心の中のハンペン。うるさいんだよ、マジで。みんながね、ぐちゃってる間にめくった方が有利なんだよ。3人で勝負できたもん。遅いんだよ。3人喋ってる間に。ちょっと俺今いっぱい出てくるよ。もうやばいよ。じゃあ出てこねえよ、考えと。せーの。絞ったり、絞ったり。早く。さっとめくれよ。絞ったり、重パッチ。やめよ。新キャラ、新キャラだ。新キャラなんで組んだよ、俺もうマジで。いいじゃん、別に。なんで新キャラ、なんで新キャラ。名前なんかルール理解してないから。名前つけるの苦手。全然理解してない。これ何っていうか、何を特徴にこう名前をつければいいの、これ。どこでもいいですよ、いろんな色とかついてんだから。じゃあ何これ。じゃ あだからみんな、あ、自分が思い出せるような名前すればいいんですよね。緑色で両手にほっビンタされて風車。この人のやつ無理だろ。この人のやつ無理だよ。ゲーム下手くそ。わかるじゃん。つまんないんだよ。じゃあ緑色で風車持って。デーとかじゃないの、名前。あ、なるほど、名前よ。いや、それが名前、それが名前だったらそれでもいいから。緑色で風車持ってるでいい。持ってるやつ、うん、緑色で風車持ってるやつ。これは絶対思い出せるやん。はいはいはい、いきます。よく覚えてんな。すごい、すごい。やっぱカードゲームのカードの名前覚えてるから、うん、いや、ここがトマトだったなで覚えてるんですよ。 なるほどね。あー、セコいわ、それは。いやいや、セコい、セコい、セコモトが言ってる。セコい、スリジャーワールドアルボロコテ。スリジャーワールドアルボロコテ。みんなね、多分ね、細井さんは言えてない。言えてない。じゃあ俺だね。スリジャーワールドアルボロコテ。プラコテね。結構覚えてたもん、すごくね。いや、これはね、スリジャーワールドアって言ってんすか。スリジャーワールドアルプラコテ。ワールドアル、スリジャーワールドアルプラコテ。自分のツボ引いてるからすごいよね。自分のツボ。まあ大体あったらばいいですよ。あ、緑色でカザフルマ持ってるやつ。あ、間違えたんだ。ちょっと一回本気で勝ちたくても、おい、最下位、最下位。これ俺が名前付けやすくしたのに。あ、トマト三丁目の殺人鬼。あー、強い。トマトじゃないじゃん。はい、マイナス1、マイナス1。次、はい、あ、次できない。トマト、北海道知事。そう、あー、また間違えた。違う違う、え、細井さん今お休みなの。え、お手つきした。お手つきした。はい、お手つき。なんて言いました、なんて言いました。いや、トマトって言ったんだけど、うわー、細井さんに引っ張られたわ。マジで。ちなみに俺お休みですから今。僕やってないんですよ。じゃあ一回休み。休み。やばいやばい。練習試合だったね。じゃあ細井さん。え、マジですか。マジっすか。そんな嬉しいことじゃない。待って俺当てに行くよ。待ってね。投げ。な、え？新規引くな。いや、新規じゃない。新規だよ。いたなんだっけ。これ分かったかも。もしあったんだとしたら分かったかも。これなんだっけな。高木。あ、そうだ。おっしゃー、すごい。いや、でも本当にそれか分かんないですよ。だからこれ高木だよ。名前つけたの誰でしたっけ、これ。俺がつけたっすよ。なんで覚えてないんですか。いや、俺はお手つきだから。そうか、あ、言えないのか。こんなお手つきが効果的。トマトの虹。あー、トマト。俺の方が早かったね。カメラチェック、カメラチェック。マジ？俺二階堂ジジイしか持ってない。二階堂ジジイしか持ってない。ちなみに、はい、トマトって言いました。トマトで覚えちゃってる。全部トマト。黄色いのはトマト。なぜか。そう、トマト出てくるんだよな。欲しくなっちゃう。これなんて名前？いや、言わない。これはないよ。言わない。トマ、あ、違う。チンコワタ。正解。すごい。すごい。このキャベツって言おうとしちゃった。てへ。もういいわ。すごい。高木。おお。やばいやばいやばい。やったね。
ヤギバリしてたなの。ヤギバリしてた。いやそこに置いてあって。あー新キャラ。やばいね。わっさりめげた。わっさりめげた。確かにこれね集中しないとね。やばいやばい。不意打ちありだから。サーチコンソール。何それ。ウェブ用語、ウェブ用語。ウェブ用語か。やっぱね、コンサル。サーチコンソール。ウェブ用語か。あ、スリチャイバーになるからこそ。あー、まいなー。早かった。てかね、自分のキャラだもん。るんだよ。ちょっと、いきなり本気出しすぎじゃない？スリチャイバーなんか。俺？細いじゃん、細いじゃん。元俺？うん。今引いた？こんな積もっていいんですか俺？今引いた？いやいや違うね。どんだけゲーム下手なのこの人。めっちゃ積もってない俺。一瞬一瞬忘れてんのか。おせえマジで。頭悪いな。違うよ。違うよ。東京大学だろ。なんで？同じ。なんでそんななの？あ、オッケー。あれ？あ、新キャラです。いや違う違う。心の中のハンペンの。ああ！バンギャクの心の中のハンペン。いや、うん、じゃあ、待って、間違って、心の中のこんにゃく。正解、正解、正解。いや、違う。最後がはんぺんでした。違う、違う。はんぺんから入った。まず、この形ではんぺんから入った。はんぺんの心の中のこんにゃく。俺、今、俺ので思い出したから、ちょっと。いや、それはいいんですよ。だって、1枚ください。喧嘩すんなよ。喧嘩すんなよ。俺、だって1枚取って1枚あげたら意味なくて。ライブのこんにゃくなんだ。そう。俺、ね、俺のサーチ、あ、サーチコンソール。うわぁやばい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 、サーチコンソールやばい。え、でも、緑色で隠れたのってやつあー、早かった、早かった。え、違う違う違う、お前遅かったって。なんだお前。よっしゃ、俺こいつだけで生きてる。そいつ名前なんだっけ緑色で風車持ってるやつ。まんまじゃねえかよ。まんまじゃ、お前がつけたんだよ。なんでまんまなのに俺言えねえんだよ。マジクソだわ。おい。三丁目の殺人鬼。ああ、それだけは覚えてるね。得意なのよね。すごいな。誰？ナイカディアスルコラッタ。あ、ナイカディアスルコラッタ。ああ、ルコラッタ。誰？どこ？誰？絶対来るよ。俺最後に。ルコラッタ。近かな。まあいいかって。はい、お手つき、お手つき。ルコラッタ。ナイカディアスルコラッタって言った。おさえさんだよこれ。え、俺じゃん。いやだから今俺引いたやろ。そっか。俺はこんな大きい。だから毎回。6分の1で終わりな。マジで言ってんの？早く。もう返して待って待って。ちょっと毎回長いし。長い長い。これ何でしたっけ？言わない言わない。緑色で金具守ったやつ。やった。あー、まあ、ちょっと今なんか引き方、まあ、ギリギリ、まあ、まあまあ言い終わる前に、ね、触るのはダメよ。え、あ、言い終わる前に触るの。じゃあ戻しましょう。戻しましょう。戻すの絶対嫌なんだけど。嘘でしょ。嘘でしょ。いろいろバップ。嘘、絶対嫌なんだけどって。あれ俺なんかお手つきの回がノーゲームで終わってラッキー。わかるようにするな。ここちょっとせこいやつばっかりやな本当に。いきます。あ、これは新キャラだ。知らないでしょ。知り合いじゃないでしょ。これめっちゃ似てる。誰が？色が。壁父。なんちゃって芋父。そう、私の名前はうんちっち。帰れ！殺すぞ。用意しといてください。まあ、早く聞きたかったな。宇治原さんのいいとこ全然出てないですよ。今ところ。こっちに集中しちゃって、俺も。そうですね。繊細だから一個のことしか言えない。そう。簡単にします。パラソルヘンベイ。簡単じゃねえ。なんて？パラソルヘンベイ。パラソルまで言ってない。ヘンベイ？ヘンベイって何ですか？いや、パラソルヘンベイってアニメがあったんですよ。こんにゃくの中の心。いや、はんぺんの心の中の心。いや、はんぺんの心の中のこんにゃくです。俺がつけたのになんで言えないんだよ。高木。ああ、マジ強え。強え高木。俺持ってんのに。俺だ。経験者なの。ナイキアディアスルコック。チンコ技じゃない。違う違う。ナイキアディアスルコック。うわ、そうだ。これ今のあれですよね。なんか一応お手つきじゃない。いやいや、まだ終わった後だから。もう正解の後だから。スリジャーワルダのプロハッテ。あ、言えたのに今。俺今言ってるよね。スリジャーワルダのプロハッテ。合ってるよね。スリジャーワルダのプロハッテ。びっくりした。スリジャーワルダはプロハッテ。細井さんです。待って待って、何変米。いや、ダメだよ。もういいから。ダメダメダメ。いや、全員覚えてないですよ。俺は覚えてる。俺は覚えてる。教えません。俺も教えません。マジ言ってるんですか。なんで細井さんのターンだけ長いの前に。長いの。なんでそれ。だってあの変米が出てくる。もうダメなの。毎回ゲームしたらさ。高いよ。高いよ。やばい。4枚で。このペースだったら1回しかできないと思うんですよ。1回でいいよ。1回でいいんじゃない。1回でいいよ。絶対間違いない。あ
チンコ当た。チンコ当た得意だよ。カードの上に手を置かって置いたカードに手を置くなっつってんじゃん。パッとめくってね。パッとめくってトマト。トマト。うわこれがトマトだ。すごいね早い。紫ヘンペ。トマトが議論になってる隙に鴨本さんが自分のターンにめくりました。パラソルヘンベ言いました。両方取りました。はい、そういうこと。いやいや議論になってる時に細井さんが取って、これはねノーゲーム先だったんだ、はい、ノーゲームじゃない。じゃあノーゲームの場合はノーゲームじゃないんだ。ノーゲームじゃない。これがだからトマトが4人早く言って、いやいやこれ細井さんが早かった。俺早かったんだ。いやでもお手つきだから。そうなんですよ。お手つきやってたの？お手つきだから。休んでたけど参加しました。お前バカじゃないな。じゃあお手つきやな。これは僕のものです。お前めちゃめちゃバカだな。日々練習でしょこれ。どう考えたって。もういいから。はい。あっ何これ。え、いた、いたよ。いたよ。サーチコンソール。サーチコンソールだ。あっ出てくるか。正確な単語が出てこなくてお手つきを嫌っちゃった。サーチとかコンソール、ねね、ダメだ。もう単語じゃねえと難しすぎる。これむずいね。もっと簡単な名前でやりたいですね。本当はね。なんで勝負師の、なんでさ、黒沢さんみたいな、天敗の黒沢さんみたいな。あんた1枚だからもう終わりだよ。だって、平井さんと近い方が絶対いいんだよ。用意しとけよ。もういいか、脱落で。いきます。どうせ見てても勝てないから。うるせえわ。早く早く早く、パッとめくって。三丁目の殺人。いやそっち側にしか。ちゃんと別の人になるんだ。だってそっち側でこうやって止めんないと。この人さ、ゲームすげえ問題児なんだよ。ゲーム問題児だわ。俺もう今デートの時間過ぎてんだよ。ほんと早く終わろうよ。お手分な、お手分な。今の俺だわ。あーしか言えない。でもそういう主張のゲームでもあるけど、今のはみんな半ペーなんだから。言えてんのみんな。分かった。半ペーは絶対俺が先に始めた。先に言い始めた、はい。あれ引き分け。これはみんなで。いや今のさーとーパラソルヘンベ。パラソルヘンベ。あー分かんない。パラソルヘンベ。チンコチンコだ。今のを早かったよ、桑田さんの方が。なんか全部早いみたいな勢いで。ちょっとね、3枚ぐらい。3枚ぐらい。カードゲーム会社の社長は、ビデオで見れば分かる。ビデオで見れば分かる。俺早かったって言ったもんが、そんな社長になるよ。そんなの、3枚返して。カードゲームでイカサマしてた。イカサマしてた。タイプか、MC が好きだぞ、これ。ちょっと出ちゃってる。早くめくれ。お前だよ。こういう時めくったらいいんですよ。なるほど。見えないの、いつも。ちゃんとね、パンと手離してよ。これ1枚、早くしてよ。1枚だけあげるから、これをパンッと押してください。やって、はい、で、ゲーム不意打ちでめくった方がいいですよね。いいよ。みんな集中してんだから、ここ今良くないじゃん。イラつくわ。マジでイラつくわ。俺らこうなんかこうしてて、なんか、いいね、いいね、いいね、なんかだるいわ。もう集中してるからさ、俺らだるいわ。見えてんだよ。釣り台割れたらプラ掘って。ああ取られちゃった。ダメダメ。こっち誰も見えない。マジでうざいよ。ちゃんとして。俺マジで取りたいんだけど。本気で取りたいんだけど。お前らツッコミ弱えから。弱いよ。俺はだって負けたくねえもん。こっち集中してる。ちゃんとしてってなんだよ。すげえ、これ、これ、これ、バカなんだよ。トマピー早かったからな。なんと俺またまたパラソルヘンベしか出てこない。親顔だけしてるのが早い。なんかね。あ、2回とじじ。お、あ、さすが。あ、お手つき、お手つき。トマトって言いました。はい。あ、お手つき。焦った。お手つき。一回休み。ライバル減った。あ、アムロライバル。アムロライバル。ヤマギマチ。お手つきだから関係ない。え、ちょっと待って。え、ちょっとあの、この腕の技見して、腕の。え、どうしたの？すごい気合って。いやいや、そっちの方がいい。これ？お手つきすぎた。これお手つきしすぎました。こうやって。練習、練習試合でちょっと。なるほど。こういう。あ、紫。あ、紫。いやいやいや、なんで取ったの？一番早かった。いやいやいや。怪しいな。高い！一番早かった。いいですか？これかな？一応か。
はい。ちょっと待って、こっちから覗いてるやつがいたんだ。カメラ映らなくなっちゃうからさ。そうなんだね。誰よりもカメラの邪魔してる。本当に。席順間違えてる。やばすぎる。なんだろう、細井さん。やばいね。カラトルヘンベじゃない。いや、カラトル車持ってるやつ。ですね、まあ、俺パラソル変名じゃないって言ったからこれ違うよ、お手つきじゃない遅いじゃない次めくる大体遅いのけど俺お手つきなんだよ細井さんのターン来ると憂鬱になってくるお手つきなら早くめくれ取れないからって憂鬱になる。ちなみに1回休みだからね早くめくる。いやめくっていいんだよ、どうせお手つきだから、はい、いや誰に取らせるか考えてるんですよ今。おえそんなのいらないからちゃんと見せて早くしてよ。何してんのもう早くイライラすんなもう本当にイライラするかも早く早くうるさいんだよ。カンペの中のバレーをやめてくれ。いや待ってだからなんか怪しいんだけど怪しい変わんない。もうカメラはみんな揃ってた気がするな。よしって言ったら勝ちじゃん。それだいやこれはちょっと審議でいこう。なんでその顔できんの。ステイステイステイカンペの心の中のここに一緒にいや俺も言ったもん。今のはさすが俺も言ってた。じゃあみんな言ってたよ。じゃあノーゲームノーゲーム次めくっていいですか。俺のまませーの、はい。え、今合ってたよね、俺俺早かったよね、俺早かったよね。え、コンソールだけ。あー、分かった。分かるでしょ、分かるでしょ、そりゃよく聞いてたね。はい、お手つき。はい、お手つき。すごい。あ、しかも悪質。悪質確かに悪質。だって、お手つきなの分かってて取ってったからね。そのまま押し通そうとして確かにバレなきゃこれ2枚取ってったから。え、なんでお手つき言ったの。結構悪質。サーチコンソールのところをコンソールとだけ言って。え、下毒だけ言うとかありえねえよ。ありえないよね。いや今のだいぶ悪質っすよ。結局だから竹内もだからこっそり金稼ぎしてたからね。気づいたのすごいね。いや気づいたのすごいね話に変えるのやめてください。正解正解。これは正解。2回お手つきで、ね、うん、いきますよ。お待ちなぜかパラソルヘンベ。俺だ。はるか早くパラソルヘンベって言った。紫って言った。いや紫って言った。こっちこっちこっち。ビデオ判定。今のは俺。一瞬で一瞬で。今のは俺。俺も紫って言っちゃったからお手つき。俺言ってないからよ。パラソルヘンベ。いきますよ。名付け親で。緑色の飾りと思ってる。あ、こっちだ。うん。毎回あれと。三丁目の殺人鬼。うわ、早っこれ。いやまだ1枚残ってるの分かった。最後。いやもう、いやいやもう、なんだこれ。キャボ名前出てきた。出せよ早く出せよ。どうせ負けだよもう。いいよ出せよ。しかも名前出てきた。はい、お手つきで。だってね、早くして。早口言葉っぽいやつ。もういいから早くして。アルモのなんだっけ。アルモのアルバム、アルモのアルバム。アメのアルバム。なんで俺が言ってんのになんで撮るの。言えてない。自分だけ見るルール作ってんだよ。でも分かったのにな、今ね。はい、というわけで終了。果たして動画として面白かったんかこれは。めっちゃ面白かった。まあ1枚ずつ数えていきますよ。はい、お手玉を押してください。1枚ずつって、はい、アウト。1、2、3。あ、これ表でやりますか。わかりました。もういいよ、めんどくさい。はい、どうか、はい。表ね。せーの、はい、1。名前覚えるから。高木でしょ。もういいからさ。2、3、4、5、6、7、8。9、あ、これ、トマト、半分の中のこんにゃく、13、強っ、アムロの、めちゃくちゃ強い、19です、え、すごっ、はい、はい、トムハッピー1位、桑田さん2位、はい、3位、カモスさん、4位、俺、5位、宇治ちゃん、はい、はい、出て、え、絶対ズルしてるっしょ、はい、しないしない、むしろ何回か重ね取られて、何回か持ってた。じゃあ罰ゲームは罰ゲームこう全裸で、あ、違う、はいはいはい、あ、一発ギャグでした。全裸で一発ギャグ。いやいや、すみません、あのそれはちょっともうねコンプラダメになっちゃいます、うちのチャンネル本当に。じゃあお前がやるよそういうの。いや下手くそなんだからあれよ。いやいやいや俺頭良すぎて取れねえんだよ。下手くそ以上に迷惑かけまくってんだよ今回。あ、そう、じゃああのね1週間以内にこういうこいつら全員の名前を覚えてくる。クソダリダリーなクソダリまたやんのこれ。全部出せなかった、あれだから今度の旅行の代金全部やばっ、細い持ちで。一回じゃあちょっと僕から可愛い罰ゲーム振りますよ。この今めくれたカードに一番面白い名前をつけてください、うん、この世で最も面白い名前をつけてください。瞬発力ヒゲオヤジ。もう遅います。
お疲れした。小学生でもつけるんだ。はい、というわけで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。